熱海市は土石流災害で伊豆山地区の一部に継続して出していた警戒レベル5の緊急安全確保を昨日解除しました。警戒レベル5の緊急安全確保は、熱海市で土石流災害が発生した当初から伊豆山地区の一部に継続して発表されていました。 16日に災害対策基本法に基づき、立ち入りを制限する警戒区域を新たに設定したことから、熱海市は警戒レベル5をきのう解除しましたこの警戒区域を設定したことで、ここに居住者は退去していることになりますので、重ねて発出しておく必要がないということから、解除をしたものであります一方、中部地方整備局は今週。 ヘリコプターで重機を釣り上げ、藍染川の砂防塩底に運びました。今後、溜まった土砂の撤去を進め、新たな砂防塩底を設置する工事も行う予定です。